どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。いや、久々にね、自宅からですよ。やっぱね、自宅も、まあ、これで半年近く住んでんのかな。でもね、やっぱね、汚れとか出てくるし、何よりね、レンジ周り。いや、レンジに至ってはね、2年、3年、4年と使ってて、もう中も結構汚いんでございますよ。ほんで本日はね、毎日使えて、めちゃね、便利なやつ。というわけで本日はね、でんと。はい、こちらね、業務用なのかな。重曹電解クリーナーというものでございます。みんなも知ってると思うけど、食べ物、まあ、油とか、あれ酸性だよね。ほんで、人間の皮脂とかもまあ酸性系だよね。ただ重曹ってのはアルカリ性で、重曹とアルカリ性と酸性混ぜ合わせることで汚れがね、落ちやすくなるの。まあ、そんだけでね、早速こちら使って拭いていきましょう。ちゃんとね、取り出ししやすいようにはなってるんですけど、こうやってペレッと1枚取るような感じ。よいしょ。ほんで1枚使ったらちゃんと蓋閉めれる。ほんで感じ的にはまあウェットティッシュですね。ちょびっとだけごついかなぐらい。決して分厚くはございません。いや、汚れの落とし具合とかもね、ちゃんと見ていきたいので、ここら辺でちゃんとシール貼っときますか、これ。にょーんと。はい、マスキングオーケー。よいしょ。じゃあね、何もすることなく、今回のシートで拭いていこうかと思います。まあ普通にね、重曹溶かしきったやつでも、めっちゃ滑らかかもしれない。動きはなんだろう、本当に綺麗になってってるかも。これちょっと待って、力はね、いらない。どうだろう。あ、わかる、茶色くなってる。さあ、ただね、ぶっちゃけ変わったのかどうかがね、怪しいところなんだけども、どうだろう、効果あるかな。ふう、ちゃんと拭き取って、全然落ちてないな。あー、でもここ見るともうちょっと力入れればなんとかなるかもしんない。ちょっと本気でやってみるわ。よいしょー。まあこんなもんでしょう。強力な薬剤っていうものよりも、もう普通にね、もう手に優しいね、重曹さん使ってるので、言うほど鬼のような汚れ落ちはないんですけども、それでもね、見てこれ、ほら、雑巾、いくら固く絞った雑巾でもう落ちない汚れがね、結構落ちたような気がする。こんだけきた。ほんでこれも剥がしてみよっか。いや、そもそも買ったのがね、4年前とかで、ここら辺の汚れ自体がね、パンとか焼いたりして、もうそういった焦げ付きが4年間分溜まってるからさ、やっぱ強力でもさあできたんじゃないのかな。少しどう、これ境目できたでしょ。これはほら、ここにラインがあるような感じね。ただ上の方はやっぱさすがにね、落としきれてないんだけどな。多分温めたりするともっと汚れ落としとかはしやすくなるんだろうね。で、多分毎日ね、これ軽く拭くだけで全然違ってくると思うので、ここまで溜めずにまずやるのがね、おすすめでございます。ただね、これだけじゃなく、まだまだ使い道ある。もう普段ね、私素足だから、足の裏の汚れとかがね、まあ、結構地面ついてたりとか、まあ何よりも娘がね、結構徘徊しちゃってる感じ。動くね。だから、ある程度地面きれいにしたいっていう思いは出てくるよね。きれいにするお父さん今。ほんで、これですよ、これ。ちょっとサイズがね、小さくはあるんだけども、中にはこれつけてる人もいるみたいなんですよ、少し。いけるかなぁ。ね。少しはつくと思う。あ、カメラ、あ、動かしちゃダメだよ、カメラは。ダメだよ。今、きれいにするから。めっちゃ、当たりが強い、当たりが。ちょっと待ってね。あ、でもギリギリつくかもしんないな。ちょっとこんな感じですん足らずだけど、重曹付きなので、かなりね、汚れ落としはできるかもしれない。おお、すごいすごい動いてる。な、特にね、台所のここの下とかね、よくみんなが歩く場所だから、ここら辺ちょっと軽くやってみよっか。軽くね、水拭きとかはしたりすることあるんだけど、どうだろう。お、ありがとう、ありがとう。ちょっと抜いてくれてありがとう。な、ちょっときれいにするね。さて、今のだけでも、お、ちょっと汚れついてる。待って、ちょっと両手でしっかりやってみるか。いや、でも意外とうちの床綺麗だったな。うん。少し汚れた程度ではございました。他にもね、もう手垢がもしいっぱいだったら、こういったところにもね、ガツンと使って、これ二度拭きの必要もないみたいですね。こうするだけでもピカピカだし、何よりもね、一番拭いてびっくりする場所、あっこ行ってみるか。あ、さっきの場所ね、明るくしてみると全然違いわかるね。これだけ差が出ました。マジ業務用やべ。さあ、ラストはパソコン周り。いやー、手垢やべえって言っただろ、みんな手垢がやべえって。手垢もね、結構これで落ちやすいみたい。では、これどんぐらいぶりだろう。拭いたことないんだよね、そもそも。本当は一個一個ね、外してやった方がいいとは思うけども、まあいいでしょう。バリバリとね、拭いていきたいなと思います。
はい、拭いてみたところ、わかるかな？まあ、こんな感じでございます。ちょっと、ここら辺一点が茶っぺくなったような感じかな？まあ、皮脂とか私の指の、まあ、汚いなんかでございましょう。ついでに、マウスとかで、マウスパッドとかもね、もういつもご苦労様です、本当に。あ、なんかちょっと白くなってきた気がする。マウスパッド。なんかめっちゃ汚れ。汗かな、ここそ。こう手首乗ってるからさ。あー、ここか。うわ。やっぱこういった汗、皮脂汗にはね、ものすごい効果があるような気がする。うーわ。一番わかりやすいの出たわ、これ。ほら。そっか、これか。ちょっとまめに拭いておくと、綺麗な状態でちょっと使えるかもしれませんね。うーわ。一応綺麗な面で、MacBook も綺麗に拭いとくか。こっちも若干だな。うん、若干つくぐらいでございます。はい、とまあね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、界面活性剤を使用してないので、二度拭きの、心配がないとか、泡が出ないとかね、あと冷蔵庫、レンジ台、電子レンジ、まあ、結構いろんなところに使えるんでございますよ。あとね、お子さんとか子供の手垢とかすごい場所あったりするとね、こうやって拭くとすごい綺麗になります。一応購入ページはね、概要欄の方に貼り付けておきますけども、もし興味ございましたらそちら見てみてください。以上、重曹電解クリーナーのご紹介でございました。